見せてやるぜ。主人公になったみたいだった。天使に大魔王に何もかもが書いてある通りだった。目標補足与えろ。ダイモンさん、そこよ。避けるなよ。諦めろ。運がなかったな。Thank you.
座りなさい。うるせえよ、あっち行けよ。かまえ。君の青春を鍛える、それがジャスティス学園です。いつまでも愛、友情、根性、そしてライバル。この学園には君を熱くする青春の全てが詰まっている。燃えなさい。はい。青春まっしぐら私立ジャスティス学園開校。タプコン。君の青春を鍛える、それがジャスティス学園よ。いつまでもこの学園には青春の全てが詰まっている。燃えなさい。はい。青春まっしぐら私立ジャスティス学園。タプコン。やあ、タプコンフレンドリークラブだ。君たちは知らないと思うが、私は真ん中の島本たちだ。今回プレイステーション版のジャスティス学園に熱血早くのキャラクターデザインをやっただけの男、そこだけは覚えておきます。素晴らしい2枚組だ。1枚はアーケードのプラス何かだ。2枚目は、これは買いだ。
晴らしいキャラクターが支えるが、このキャリアの学園生活ができる、これは驚きだ。誰もが何かを求め、私の大胆熱血抱き合って生きて、全ての技を君に伝授してくれる。やるな。そして君自身が新しい一つのキャラクターになって、この楽園の中で戦いを開始するが完全復活。シリーズ第1弾カプコンジェネレーション第1週撃墜王の時代。
だか。どこ休んどけ。振動するサバイバルホラー誕生、バイオハザードデュアルショックバージョン。タプコン。今度はゾンビがブールブール、バイオハザードデュアルショックバージョン。タプコン。ジョイちゃん、ガレまだか。ガタガタ言うな。見捨てるもんがガタガタ言って持っていく。振動するサバイバルホラー誕生、バイオハザードデュアルショックバージョン。タプコン。の皆さんこんにちは。パブリシティチームの浦沢かなです。今日はですね、7月18日大阪エキスポランドにオープンしましたホラーハウスナイトメアに遊びに来ております。全世界で大ヒットしたカプコンのゲームバイオハザードを題材にこのホラーハウスは作られているんですね。なんとここは日本初の2階建てなんですよ。それでは中に入ってリポートしてみたいと思います。行ってこいかな。みんな拾ってやる。ちょっと誰もいないじゃないですか。ちょっと誰もいないですよ。自分で開けるんですか。邪魔します。どっから行けばいいんですかね。やばいやばいやばい、人がいる。大丈夫ですかね、ゾンビ。これちょっとおさらい
前さ、その性格なんとかなんないの？その短気なザンゲーフ。何よ、あんたのけじけたチュンリーじゃない。何、君の性格はキャラになる。はちゃめちゃバトルポケットファイター、性格の不一致ね。タプコン